皆さん、おはようございます。皆さん、夢を持っていますか？理想を持っていますか？希望はありますか？絶望を感じたことがありますか？そのために祈りますか？それとも諦めますか？夢を見ているだけでは成功しない。でも、夢を見ないと絶対成功しない。500年前、人間が空を飛べるなんてただの餌のことでした。人間が空を飛べるなんてはずがない。しかし、内藤教授はその常識を覆した。1903年、その誰にも見てもない超高下で、彼らは史上初の飛行機を作りました。もし、彼らは一生夢を見ないまま過ごしたら、飛行機を発明されますか？夢ができたら、あなたはどうしますか？ただ見ているだけですか？それとも行動に移しますか？誰でも夢を語ることができます。でも、実際わずかの人がそのために行動します。行動するだけで成功率はあります。でも、成功率をもっと上げるにも計画は必要です。さて、今回このスピーチを例としましょう。テーマを持っても、でもあなたは何も準備しないまま、クラスの前で発表するのはどうなるでしょうかね。皆さん、こんにちは。私のテーマは、夢です。と、こうなります。テーマがあっても、何も準備しないまま前に立てば、ただ、無言のままで終わることになります。計画を立て、それだけで未来を照らす道しるべになります。他人に自分の夢を嘲笑われたことがありますか？その時、あなたはどう思っていますか？恥ずかしいから夢を捨てましたか？夢を追う時、意志の強さが一番重要です。あなたの夢はあなたのものです。他人に言われる資格はない。だから、他人の言葉に惑わされるな。ただ自分の歩みたい道を歩み続けるだけでいい。もし場合よければ、自分この夢は諦めて、もう一度自分を思い出せ。自分は何になりたいについて。夢はもう追っていますか？挫折したことがありますか？絶望を感じたことがありますか？後悔していますか？それとも信じ続けますか？夢を追うとき、原動力は大事です。それはあなたを支える力になります。あなたはその原点を思い出して、ただ迷うときは、それがあなたを心に火を灯しますから。かつて、増田松陰先生はこう言いました。夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に夢なき者に成功なし。夢を追え。そう願って続けたら、その願いが原動力になって未来を切り開くのです。ご清聴ありがとうございました。